右下の全画面十字マークを押してね。さあスマホ対応縦動画、今回ですね縦動画を撮ってみました。僕はですね3年ほど前から YouTube をやってるんですけど、最初やり始め当初は縦動画を送ってたんですね。で縦動画だと画面が小さくてこれ見づらいといういろんな要望がありまして、横動画になって今に至ってるんですけど、僕最近気づいたんですけど、なんと YouTube がいつの間にか縦動画に対応しだしたんですね。ということで今回縦動画を本格的に作ってみました。まず手始めに得意のサラリーマン番長で超珍しい4分割いただき SS スラッシュなおかつ鏡ボーナスを見ていただきたいと思います。そしてサラリーマン番長あるあるを言いたいと思います。サラリーマン番長あるある、女性がサラリーマン番長をやるときは鏡ボーナスを選びがち。なんででしょうかね。やっぱりあの鏡がかっこいいからじゃないですかね、女性の方が選ぶっていうのはね。まあ、ちなみに、まあ、男性の方は、まあ、ほとんど雫ボーナスですね。まあ、結局異性の問題ですね。あとね、僕が一番やりたいのはですね、このボーナス中の4分割で最強チェリーを引くことが夢なんですね。200万回転以上回してるの1回もないんですよ。来年の2月にね、規制がかかっちゃってサラリーマン番長が打てなくなる前にぜひ出したいですね。ちなみにあのこの鏡ボーナスのね踊ってるとこはね、僕の予想お台場のゼップ東京と見ました。まあそんなことを言うてますけど、この4分割のボーナスめちゃくちゃ熱いんですよ。まずね4倍の抽選してるっていうことがとても熱いんですよ。だからね 25% で入るチャンス目と強チェルを引いたらほぼ入るんですよ。あとねあのこのボーナス行く前の準備中にね、もういろんな子役を引きまくったり推し順ナビが成功したらもう絶頂めちゃくちゃ入りやすいんですよ。おお、そんなこと言ってる間にホットホットタイムですよ。しかも何にも子役引いてない。こういうね4分割するときは外れ目からでもガンガン抽選しますからね。さあどのくらいレア子役を引くかですよね。引いてほしいなって感じで打ってたんですけどね。お、チャンスと言ってる間にこれ強チェリーなんですよ。だからさっき言ったように最低いただき1個は上乗せしてるんですよ。何個の買ってるかが楽しみですね。あとね熱いのがスイカを4分割で引いた時にはね50ゲーム以上上乗せほぼ確定ですよ。もう僕外れたこと見たことないです。あとこれ聞きたいな、皆さんあのボーナス中に最強ベル引いた人いますかね。つまり4分割のボーナス中に超番長引いた人いるかな。すごい聞きたいですね。僕ほんとないんですよね。アプリ動画で引くっていうのはやめてほしいです。あの実際に実戦で4分割ボーナスで最強ベル超番長引いた人どうなったか知りたいですね。コメントいただきたいですね。そういうね会話をしたいね。オフ会とかね今あの考えてるんですよ。オフ会を新宿でやろうかななんて思っております。さあさあさあ来ました、さっきのね強チェリーですよね。大体1個は乗っかるでしょ。問題はこっから何個乗っかるかが4分割の醍醐味ですわ。番長2で味わえないねサラリーマン番長ならではですね。番長2よりサラリーマン番長が好きな人っていうのはここだと思うんですよね。もう1個乗っかってると嬉しいですよね。おお、来た、チャンス、あっ、来ました。2個目の上乗せいただき、鏡ボーナスならではの後乗せサクサク上乗せいただき、
それがあるから鏡ボーナスの存分が楽しみですよね。うわー、最後の最後に3個目の上乗せいただき、3個乗っかったのは上出来ですよ。いかがでしたでしょうか、4分割ボーナスは。ご視聴ありがとうございます。